中二病が作った RPG 始めましょうか。勇者ハロルドよ、今日はよくぞ参った。それだけ？ごちゃごちゃとごたくはいらないんだよ。魔王にさらわれた姫を助けよう。何だったんだ今のは。なんか強くねえか、レベル99じゃねえかよ。普通にさ、テレポート、ん？テレポート、ちょ待って、戻るボタンを押したらさ、進んでちゃった。ちょっと待って、普通にやらせてくれ。毒殺が冒険の醍醐味だが、今の俺はそんなことをしてる暇はない。我を導け、テレポート。ね、わかんねえ。ちょっと待って、出口メニュー画面いつでもテレポートできます。ここ出口ね。ねえの、ちょっと待って、普通にやらせてくれ。ごめん、俺が悪いんだけどさ、あのさ、なんかテレポートであったからさ、使っちゃったよ。じゃあもっぺんさ、ここで、ごちゃごちゃと。もういいから、2回目だから。なんかあったから使っちゃったよ、テレポートじゃ。いや、戻るボタンを押して戻れなかったんだよ。なんかもうさ、使ったらもう選択するしかもうないみたいな。戻るボタンできないみたいな。マジかよ、何も思ってないんだね。こういうの確認したかっただけなの。王様、なお様よ。なんじゃ、もし俺が姫を助けたら黙る。その時はな。多くは語らない。まあ、どっちにしろなんかあれだな、中二病のような雰囲気を醸し出すと。まあなんか言動はあれだけどさ、でもさ、ちゃんとさ、こいつなんちゅうの強さを伴ってるからさ、中身を伴ってる分にはいいんじゃねえのか。まあでも気持ち悪いな、気持ち悪いか。ダサいのはダサいよな。姫を頼んだわよ。うん、任せる。この態度な。まあいちいちなんかさ、こう勘に触るというかさ、ちょっと鬱陶しい感じの言い回しだけど、まあでも実力伴ってるんだったら、まあただ痛いだけのやつってわけでもないからな、一応な。なあ、騎士団長さんよ。どうした、ハロルド少年。少年なんだ。一緒と騎士団長ってどっちが強いんだろうね。最高なエビ。ふむ、興味深い問いだな、私が。おなんだよ、ちょっと頑張って読んでみるか今のは。いや、いいか。めんどくせえや。さっさと行くか。テレポート、あ、せや、こいつら話聞いてない。なあ、お前さ、どうかしましたか。俺の力が見たいか。力で、ビデオ全然のライミー。どうだ、すごいだろ。すごいですね。今どこに放ったんだ、こいつの脳天に今直撃しなかったか。大丈夫か。ご分をお願いいたします。ああ、俺は今機嫌が悪いんだよ、話しかけんな。蹴り飛ばす返し、やめてやめて、もうちょっと返しして。たく、人の心配する暇あったら自分のこと考えろや。情緒が不安定すぎる。なんでこいつこんな人格になっちまったんだろうな。何があったんだ、旅の途中で。人格が歪みすぎている。とりあえずこの、行けないんだこのオアシス。そしたら右側も行けないから、下行くしかねえな。とりあえず街に行けばいいんだな。でさ、テレポートしちゃってさ、飛んでっちゃったから、洞窟の内部はもうちょっと分かってるところがあるんだけど、ゴミ箱だ。捨てるようなものはないな、ね、こういうゴミ箱どうなんだろうな。なんかさ、原始的じゃねえか、ちょっと。お前ら、あ、てかこの奥、お前そこどいてくんねえか。行けないようになってる。なんなんだよ、あの地下に繋がる階段はよ、お前よ、怪しいぞ、ちょっと。おい、上ひ、おい。ん、なんだ、ハロルドか。なんだとはなんだ、大勇者ハロルド様だ。自分で大勇者とか言っちゃう感じね。こんな昼間から何のようで。俺は今から魔王城に行くんだ。この意味がわかるか、知らねえよ。凡人じゃわかるまい。武器がいるということだ。なんだ、そういうことかよ。そんなことはなんだ。で、何がいるんだ。武器がいるっつってんだろうか、ここでやろう。最強の武器をよこせ。勇者専門の最強の武器だ。あ、なんもねえよ。普通の武器なら機能いいのができたぞ。普通、俺様がそんなもの出ますが。この辺確かにちょっと中二病だな。なんか、寝てんじゃねえぞ、この野郎。ねえ、なんかさ、こいつもやべえけど、周りのやつも結構やばくねえか？いいのか？ちょっと武器手に入らないままで。こんにちは、ハロルドさん。なんかやけに人が少ないな。武器や防具はどれも一流品なんですけどね。天使があります。じゃ、人格に何がありか。まあでもそこはお互い様みたいなとこあるよな。俺もなんか人様のこと言えねえ人格してるからさ、おばあちゃん。よう、ハロルド君、いつもお庭の手入れ。え、そんなことしてんの、いつもお前。めちゃめちゃいいやつじゃねえか。綺麗にしないと、カブトムシが寄ってこないんだよ。そうかい、あれか、急になんか少年の心を取り戻したんだけど、こいつ。ちょっと、キャラがブレててよくわかんねえな、こいつだ。とりあえずじゃあこの辺も行ってみるか。情報収集といえばだよな。よう、ババ。おい、あれ、ババ扱い。どうしたんだい、じゃ、何ちょっと今勝手に進んだけど。わかった、暇なんだろ。俺さんとゲームしよう。金太郎って100回言ってごらん。金太郎って10回か。金太郎、言ってよ。じゃあ問題。川から流れて出てくる。桃太郎ね。ん？あれ、なんか選ぶとかじゃないの？桃太郎ではなく桃だ。ああ、そっか、桃太郎。ん？ブブー正解。わかんねえ。なんか今俺引っかかったのかなと思ったけど、そういうわけでもないし、なんか知らないけど、ナチュラルになんか魔王軍になってるし、こいつ。
ね、成敗した方が、おっと失礼。いや、失礼じゃなくて、ここでやっちまおうぜ。こいつの正体今見えたじゃん。おい、いいのか？ハロさん、お前はさ、横で見てただろうがよ、おい。左のやつと右のやつで合わせてパーティー組んでこいつ倒すべきだろうが、今から。ここのミサ何ちもお前っすね。一口ちょうだい。一口ちょうだい。いや、全然さ、中二病って感じじゃないじゃん、もう。ただのアタオカだろ、こいつ。やです。ケチ。ねえ、なんかさ、コンセプトがよくわからない。フォッフォッフォッ。ここの先は奪いの。主人、いい加減に。なんじゃ、釣れないの。おいわかず。お前もいっぱい引っ掛けんかねえ。俺様は未成年なので遠慮する。どいつもこいつも、若者は。はぁ、あ。ねえ、飲んだくれしかいねえ街なのか、ここはよ、おい。お前は何、付き合わされてるの？どうした？どでかいため息なんかついてよ。ああ、実は俺と主人は、この島の外から武器や防具を買いに来たんだ。武器や防具？ここの物は質がいいから、外で高く売れるんだよ。でもこの主人がこの奴だと、彼らのはいつになるやら。何、転売かなんかしてんのか、お前ら。くっちゃくっちゃ。くちゃくちゃうるせえ。もぐもぐ。それだけ？ああ、これは？美味しそう。ねえ、こいつ成敗しなくていいのか、こいつ。まあ、いいか、もうほっとこう。とりあえずそしたら、あとは上の方まだ調べてないか。こっちの方まだまだいっぱいあるね。こいつは誰だ、見慣れない顔だな。その口調、もしや勇者様ではないですか。おう、俺が大勇者ハロル様だ。私は世界各地を出り歩き、新鮮な情報をいち早くお届けするサービスをやってるものです。あなた様の噂は金がね、聞いておりますよ。なんとも今魔王城に向かっておられるとか。そんな勇者様にちょうど今とっておきの情報がございますよ。普通でしたらいくらこれのこところを勇者様特別価格10万ゴールドでお譲りしますよ。悪いかこれ。ああ、ちょマスクとメンバスが勇者様とよあろう方がお金が足りないとかないですよね。私はここで待っておりますので、どうぞご引きに。なるほど、この中二病っつうか、なんだこいつの性格、中二病じゃねえよな。なんつったらいいんだろうな。なんかさ、子供なんだよな。この見えっぱりっていうのかな、このガキな部分、見えっぱりな部分をうまくついた今あれだったな。これさ、10億ゴールドぐらい用意してあいつのところに行かなきゃいけないみたいな。今日は急転日です。ん、なんかこの店気に入らないな。え？いや、だからガキだろ、ただの。え？違う。気に入らねえから破壊するのかと思ったら逆だ。なんか、よくしてる。グレードアップしてる。どういうこと？こいつわかんねえ、こいつの性格が。ねえ、今のところなんかさ、多重人格者みたいな感じになってるけど。なんかめちゃめちゃガキの部分があったり。おかえり、ハロちゃん。え？お、自宅なの？ああ、お母さんか。俺てっきり。おかえり、ハロちゃん。ん？無言かい。反抗期じゃねえか、ただのよ。なんか、ハロちゃんとか呼ばれてんの恥ずかしいから、なんか他の人に聞かれたくないみてえな。なんだ、え？樽壊せるだ。ちょっと触っただけなのにな。すぐに壊れちまうんだよな。今のは中二病出たな。どうせさ、ちょっと触れただけなのにとか言いながら、めちゃくちゃ多分全力でさ、よう、知恵のあるハロル兄ちゃん、こんにちは。あのね、子供が教えてもらった魔法、できるようになったよ。あれは危ないから人のいるとこ、それおい、言うこと聞かねえと教えてやんねえぞ、もう。え、なんてね。バーンつってさ、倒れる大阪人じゃねえかよ。う、どうした、面白くなかったか。うえー、やべ、逃げよう。え、わかんねえよ。どういうことだ、まあ、ガキは確かにわかんねえ。あの、子供ってわかんねえよな。全然話変わるんだけどさ。こんにちは、知らないハロル兄ちゃん、こいつもか。ハロルサーバーだ。ハロル兄ちゃん、ねえ、なんか、ガキんちょから大人気だね。よう、あら、ハロル君、いつも子供たちの面倒見てくれてありがとうね。いや、あれは、我が忠実なるしもべを育成してるだけだ。そうなの？相手にされてねえぞ、お前。今のはなんか確かに中二病チックだったな。な、中二病っていうか、ごっこ遊びっていうかな。またか。ちょっと触れただけなのにな。お前、そのスーパーサイヤ人ごっこしねえとなんか気が済まねえのか、さっきからよ。そしたら、あ、なんかもうすでにいるね、先客が。へへ。なんだ、お前。俺、キノコ研究家。珍しいキノコを手に入れて。一人で食べるのもったいない。食べる。ふん。俺様がキノコだけビビるわけないだろ。じゃ、どうぞ。絶対やべえだろ。どう？絶対ラリってし、あ、本当に死んだわ。おい、ちょ、待て。セーブしてねえからやめてくれ、そういうのは。とんでもない目にあったんだけどさ、お前んところの客のせいでよ、おい、いらっしゃいませじゃねえんだよ、ちゃんとさ、客ぐらい選べや。いらっしゃいって、ハロルドじゃない。いや、今日の俺は大勇者ハロルドだ。ごっこ遊びしてんね。で、なんのよ、なんでもねえんだ。勇者として周りに来ただけなんだ。そうなの？悪いけど遊び相手にはなれ、まあ、やっぱ遊びって認識されてんじゃねえか。ただでさえ変な客層な、いるよな。キノコ研究家っていうのは、もうわけのわからない。こいつもなんか怪しい。え？今なんか変な、グラフィックおかしくなかったか？おい。
あ、ぶん殴るんだ。いいの？何語喋って何言ってんだ？え、それだけ？それだけなんだ。そっか。もうよくわかんねえ。まあまあまあいいか。よくわかんねえやつしかいねえよな。てか俺もよくわかんねえしな。よくよく考えたらよ。なんでなんかごっこ遊び始めたりとかさ、もう中二病っていうかなんか、ねえ、さっきから言ってるけど、多重人格者、立ち入り禁止。なるほど。立ち入り禁止のところに俺最初ワープしたんだね。ここな。もう2回目だからさ、これさ。じゃあさっきは、なんだっけ、ワープしたんだっけ。あ、違う違う、ないにしたんだ。じゃあこれで、ないにしたらワープしたから、あるにして、じっくり探索。いつでもテレポートできます。まあ、どうせ行けねえじゃねえか、左とか右よ。まっすぐしか行けねえようになってんじゃねえかよ。あ、こっちは行けるようになってる。あ、いるいるいる。こいつ。おい。うわ、なんですか？お前何してるんだ？ん？いやー、ここ立ち行きしたから人いないじゃないですか。ゴミ捨ててもバレないかなって。不法投棄じゃねえかよ。なんすか？え？俺は怒ってるぞ。俺怒ってさ、どうなるか。根は真面目なんだよな、さっきからこいつな。おいおいおい、あ、でもなんかちゃんとな、これで当たらないようにしてあげてるというか。ひーふぅ。やっぱそれだけなんだ。こいつ、ん？力のポーション手に入れたらって、なんだ？大事なものなんだ。じゃあ使えねえじゃねえかよ。なんなんだよ。まあ、あれだ、スライム、お、いるね。敵が初めて現れたよ。僕、スライムの青ちゃん。さっきすごい音鳴った。大丈夫？あ、よかった。なんか平和な野菜生活だな、おい。さっきからなんかさ、精神年齢低そうなやつしかいねえんだよな。てかもう魔王城ついちゃうけど、いよいよだな。これなんかさ、全部ごっこ遊びってことねえよな。でもレベル99なんだよな、こいつ。実力は伴ってんだよな、やっぱちゃんとな。まあでもさ、道中のスライムも全然おとなしかったしさ、なんか危機感があんま感じられない。よく来たな、勇者ハロルド。久しいな。今日は何の用だ？何の用だ？とぼけるな！姫はさらったのは分かってるんだぞ、姫。ねえ、これとぼけてねえよな。多分本当に姫さらってねえよな。大概しろ、こちらには証拠が。証拠が？ないんだろ、どうせ。ない。くそ、俺は王に騙されていたのか？ねえ、な、根底から覆そうとすんのやめろや。俺は何を信じたらいいんだ。おい、なんか悪いやつじゃねえのか？もしかしてさっきのスライムもそうだったけどさ、今日のところは見逃してやる。見逃すの？待て。勝手に容疑者呼ばわりしておいて、そうやさやすと変わると思うなよ。そっちがその気なら、こっちも準備がないわけではない。やるのかやられるのかはっきりしろや。なんかこっちが悪いやつみたいになってんじゃねえかよ、おい。どうなってんだ？あ、で、もう勝手にバトルなんだ。もう戦闘すらさせてくれねえんだ。なんか効果音が、え？勝ったんだよな。まあレベル90だから。して結果は？あ、姫は嫌がったぞ。え？どうせよくある家だろ。しかし、バトルもそのうち帰ってくるって、そうかのう。いいのか、そんなことで。そういうことで、じゃあな。待つんじゃ。めっちゃ小声やん。ゲームのデイリーやらなきゃなんねんだよ。なんかすげえ現代っ子だな、あいつな。デイリーボーナス取らなきゃいけないんだ。こうして中二病少年ハロルドのちょっぴり非日常的な一日は終わった。あいつ本当に勇者だったのかな。レベル99とかも本当か。どこまでが本当かもう分かんねえよ、俺。あ、ハロルドが姫探索隊の隊長となるのはまた別のお話。やっぱ実力はあるんだな。でもなんかこの世界の魔物ってさ、襲っても来ないし、てか一回も戦闘にすらならなかったし、なんか何なんだろうな、この世界は。平和じゃねえか、普通に。はい、ということで中二病が作った RPG、 あ、中二病が作った RPG なのか。俺てっきりなんかハロルドが中二病っていう体でずっとやってたわ。中二病が作った RPG だったんだな。なるほど。まあだからといってどうか。中二病が作ったように思えるような、まあセリフの感じとか、まあ間のなんか置き方やけに間置くなみたいな。はい、ということでハロルドが中二病なわけじゃなくて、作者が中二病ってことですね。はい、ありがとうございました。